富紙。これから皆さんに少年科学探偵塚原敏夫君を紹介します敏夫君は今年十二ですけれど大人も及ばぬ賢い子です歳の時 三角形の内角の和が二直角になるということを自分で発見してお父さんをびっくりさせました尋常1年の時「菜の花やまた覗きする土手の子ら」という俳句を作って学校の先生をあっといわせました尋常2年の頃にはもう中学卒業程度の学識がありました敏夫君は文学が好きでしたけれど それよりもった優学の興味を説まする模型に敏夫君のみっさい。その場で巧みな図を書いて説明してくれます大きさは「おく君の作った優勢の運動を説明する模型は」。 特許になってて中学学校校や専門学校で使われていますこういうわけでおく君は小学校を中途でやめて独学で研究することになりましたその後間もなくおく君はふとした動機から探偵小説が好きになりとうとう自分も科学探偵になる決心をしました探偵になるには動物鉱物植物学や 物理、科学医学の知識がいるので敏夫君は一生懸命に勉強しましたが三年経たぬうちにそれらの学問に通じてしまいましたお父さんは麹町三番町の自宅の隣に敏夫君のために小さい実験室を建ててやりましたその中で敏夫君は顕微鏡を覗いたり試験管をいじったりして かわいい洋服姿で夜遅くまで実験をしていますこの実験室は今は探偵の事務室を兼ねております敏夫君の名が高くなったので近頃は日に二、三人の事件依頼者があります最近迷宮に入った大事件を三つも解決したので少年名探偵の評判を得ましたしかし探偵という仕事は 命知らずの犯罪者相手のことですから腕づくでは敏夫君もかないませんそれがため命の危険なこともありますので敏夫君は負けず嫌いの性分ですけれど両親が心配してこの春から力の強い人を助手として雇うことになりましたその助手となったのがすなわち柔道三段の私であります としおくんは私の名を呼んで大野さんと言っていましたが近頃は兄さんと呼びますそれほど私たちの中は親密になりました私は朝から晩までとしおくんと一緒におります街などを歩いていると兄さんは今行動感のことを考えていたねなどと言って私を驚かせます どうしてわかるのかと聞くとにこりと笑っていとも簡単に推理の筋道を説明してくれます敏夫君が探偵になったのはその実赤坂のおじさんが非常に勧めたからでもありましたそのおじさんは元鄭心症の管理でしたが探偵小説が大好きで年は50になったばかりですけれど退職して 毎日探偵小説を読んでいるという変わり者ですおじさんは金持ちでとし君の研究道具など高価なものでも惜しげなく買ってくれますおじさんのうちには先祖伝来の宝として天竺特兵衛がシャムから持ってきたという大きな紅色のダイヤモンドがありますそれは 今までたびたび盗賊に狙われたことのあるくらい有名なものでしておじさんは敏く君がこの次の難問題を解決したらご褒美にやろうと約束しました敏く君は兵糸それを欲しがっていたので何か大事件があってくれればよいと思っていましたところがどうでしょうその紅色ダイヤがおじさんの家から紛失したという おじさんととしおくんにとってはこの上もない大事件が突発したのです9月のある日としおくんのところへ茶色の封筒の手紙が届きましたとしおくんはいつも手紙の封を切る前にまずその資質、文字、消印などを検査しますがこの封筒には差出人の名がなかったので非常に注意深く検査して やがて小刀で封を開きピンセットで中身を挟み出しました出てきたのは半紙半分の白紙でした「兄さんこの手紙を読んでごらん」と敏夫君は白紙を広げて言いました私は手に取り上げようとすると「ああいけない指紋を取るから触ってはいけない」と申しました けれど、何も書いていないのですから。読もうにも読みようがありません。何と書いてあるかわかるか。と、敏夫君は得意げに聞きます。わからない。明晩で書いてあるんだ。では、水に入れるとわかるね。ああ。敏夫君は棚から指紋を取る道具を出してきて。 紙の縁のところに8%の硝酸銀を塗り窓際に置いて火に乾かせましたしばらくすると不完全な1つの指紋が黒く現れました「兄さん写真機」写真機を持って行くと敏夫君は手早く撮影し後黒塗り本に水を満たしてその上へ手紙を広げて浸しました果たして、 しい文字が現れました。敏夫君近いうちに大きな窃盗事件が起こるがいくら君でも今度の犯人は見つかるまいよと毛筆で書かれてありましたこれまでたくさん犯人から脅迫状は来ましたがこのように盗むことを予告する犯人はまだありませんでした しかもどこに窃盗事件が起こるか何が盗まれるか分からぬのでさすがの敏夫君も面食らったようでしたどうも見たことのある筆跡だと敏夫君はしばらくして言いました兄さんこの字は筆の軸の端に糸をつけ高いところからつるして書いたものだよそうするとどんな人でも違った手になる それから二、三日は何事もなく過ぎましたが四日目の朝赤坂のおじさんから敏夫君に休養ができたからすぐ来てくれと電話がかかりました敏夫君はハッと思ったらしく探偵用道具の入ったカバンを私に持たせておじさんの家に駆けつけました先方へ着くとおじさんは待ち焦がれたと言わぬばかりに私たちを書斎に案内して 実は年ゆうべダイヤを盗まれたんだえといつも慌てたことのない敏く君も少しく顔色を変えました俺にもお前にも大切な品だからまだ警察へは届けていないがお前一人で探偵できるかとおじさんは尋ねました「一人でやります」と敏く君はきっぱり言いました よろしい。それでは盗まれた次第を話そうこう言っておじさんは次の話をしました紅色ダイヤはいつも書斎の金庫の中にあるが今朝食後におじさんが書斎で新聞を見ようと思って入ってこられると金庫の扉が開いていたのでハッと思って調べてみると別に何一つ失っていないところが 念のためにダイヤモンドの入っているサックを開けてみると驚いたことに中にダイヤはなくて新聞紙の切れを細かに折ったのが入っているばかりであった金庫は不合情であるから不合を知らぬ者には開けられないその不合はおじさん一人知っているだけなのにこうして開かれたところを見ると昨日金庫を閉め忘れたのかもしれぬそれに 窓や戸を調べても外から入った形跡がないから犯人は家族のものとも思われぬではないが家族はおじさんとおばさんと女中と下男とで女中や下男は長年いて正直なものばかりであるから疑う余地は少しもない敏夫君はおじさんの話が終わると先日届いた無名の手紙の話をし拡大鏡を取り出して金庫を調べました 金庫の前面にかすかに一つの指紋がついていましたのでおく君は延泊粉をかけて指紋をはっきりさせ写真に撮影しました金庫の内外の検査が終わるとおく君は書斎や窓や庭やその他のところを綿密に調べそれが終わると書斎へ戻って「おじさんダイヤのサックはどこにあります?」と尋ねました おじさんは机の引き出しからサックを出して渡しました。中には新聞紙が入っていました。おじさんが入れたものではない。そうとも。では犯人でしょうか？そうだろう。俊夫君は新聞紙を丁寧に開きました。それは2寸四方くらいの小さな紙切れでした。 君はすかしてみたり裏返してみたりしていましたがおじさんこれを借りて行きますと申しましたいいともそれで犯人の目しはついたかまだ分かりませんしかし23日のうちには見つけますおじさんの家から帰るとおく君はすぐ金庫の上の指紋の写真を現像して 手元にあったた指紋の写真と比較しましま2つの指紋はぴったり一致しましたそれから敏夫君は例の新聞紙片を私に渡して言いました「兄さんこれなんだかわかる?」見ると3面記事の一部分で裏は広告でしたから別に何の意味があろうとも思えませんでしたすかしてごらんなさい 言われるままに透かしてみると活字のところどころに針で穴が開けてありましたそれは暗号だよと敏夫君は申しました私は左に針で穴の開けてある文字に点を打ってその新聞記事を写し取ってみましょう本郷駒込藤への理化学研究所近藤研究室で 生殖写真科学の研究を行っている花井時雄氏はこれまでの写真と違って今まで不可能と皆なされた赤をはじめ木や緑などに至るまでそれらしく白いように看板に関税 しむることに成功した。「それととも」にに写真術には常に邪魔され「撮」「A 社がこれを」「のくことに最も」を奥苦心している紫外線をは特有のスクリーンで完全に覗くことに成功した暗号 兄さんその暗号がわかるとしばらくたってから敏夫君は私に尋ねました私はその新聞紙の切り抜きの記事を幾度も読んでみましたがそれは理化学研究所の人が新しい写真術を発見したというに過ぎないのであってこのダイヤ紛失事件と何の関係があるわけでもなくまた針で穴を開けてある活字をだけ読んでみても 少しも意味をなさなかったのでどうも何が何だか少しもわからないと答えましたそんなにすぐわかってたまるものかととしおくは笑いながら言いましたではとしおくんにもまだわからぬわからんこれまでとしおくんはわからんとかできんとかいう言葉が大嫌いで よほど困った時でないと使わないのですがこの暗号は難しいと見えて苦い顔をして吐き出すように言いましたそれから敏夫君はその切り抜きを私の手から奪っておよそ十分ばかり一生懸命に見つめていましたがやがて「兄さんこの針で穴の開いている字だけを写し取ってください」と申しました私は 白紙の上に左の通り写し取りました。を行って、での写真、ちがっていまま、のうとみなさ、た、あかをは、きやみどり、いたるまでそ、く、しろいように、しむること、 に写真術 A 社がこれをとにも敏夫君は私の差し出した紙切れを手に取ってしばらく見ていましたが「兄さんこれはとても1時間や2時間で解ける暗号ではないよ。まあゆっくり考えよう」と申しました。午後になってくんは あの新聞の切り抜きが何日の何新聞にあるか調べてできるならその新聞を持ってきてくれと私に申しました私はそれを聞いて大いに弱りましたあの新聞の切り抜きは必ずしも東京の新聞とは限らずまた一月前の新聞やら二月前のものやら分からぬから探し出すのは容易なことでないと思いました「その新聞をどうするの?と」と たしは尋ねましたどうしてもいいよ。と少々機嫌が悪いだっていつの新聞だやらどこの新聞だやらわからぬから1日や2日で探せるものじゃないと私は言いましたバカだな兄さんはと敏雄くんはいよいよ面膨らまして言いましただってそうじゃないか。 兄さん、ちと頭を働かせてごらんなさいそれくらいのことは僕が言わないでもわかるはずだよさあこの切り抜きをあげるから本郷なりどこへなり早く行ってきてください機嫌の悪い時に反抗するのはよくないと思って私は逃げ出すように外へ出ましたが一体どこへ行ったらよかろうかと立ち止まって考えた時ふと敏夫君が今 本郷なりどこへなりといったことを思い出し私は思わずももを打ちました切り抜きの新聞記事は本郷こまのの理化学研究所のことではありませんか。私は敏夫君の知恵に感心しながら本郷行きの電車に乗り藤前で降りて研究所に行き近藤研究室の花石を訪れましたすると花石は快く会ってくれました まさか暗号のためとは言えないので新しい写真術のお話を承りに来たと申しましたあああの読売新聞の記事を見たのですかと同志は笑いながら言われました私の胸は躍りましたそれからおよそ20分ばかり花石の親切な説明を聞いた後、私はいとまを告げ何気ない風を装って読売の記者は いいつお伺いしたでしょうかと尋ねました。昨日の午後でした。昨日の午後ならばあの記事は今日の新聞に出たに違いないこう思って電車停留場へ来ますと向かい側に新聞取り次ぎ店があったので転ぶようにその店へ入って読売新聞を買いました第3面の下から3段目に切り抜き通りの記事がありました 新聞の創作が意外に早く片付いたことを喜びながら早く敏夫君に渡してニコニコ顔が見たいと思いましたがあいにく日比谷公園で停電にあって家に帰ったのは秋の日も暮れかけた5時半頃でしたドアを開けて敏夫君の部屋に入ると敏夫君は手に鉛筆を持って私が来たのも知らずに考えておりましたどうだね暗号は解けた。 と私は尋ねましたおくんは顔を上げましたがその目は遠いところを見つめていましたやがて我に返ったとしおくんは「まだとけん!」と苦に々がにがしく言いました見ると机の上には暗号に関する要書が56冊開かれておりましたとその時電話のベルが鳴りましたので私は立って受話器を外しました ところが今まで机に寄りかかっていた敏夫君は何を思ったかつと立ち上がって「閉めた分かった!」と言いながら部屋の中をあちこち踊り回りました「敏夫君電話だ!」と私が申しましても耳へ入らばこそしまいには私の腰へぶら下がって踊りかけるのでした「敏夫君!」 おじさんから電話だ」と私は声を強めて申しました。おじさんと聞いて年尾君は受話器に耳を当てました。おじさんは声が大きいのでそばに立っていた私にはよく聞こえました。年尾、犯人はわかったのかい？またです。暗号は？たった今会識がわかりました。 たった今おじさんから電話がかかったので分かりました。それは妙だな。妙でしょなんという暗号だいこれからとくのです。そうか。しっかりやってくれ。ただちょっと様子を尋ねただけだ。しっかりやります。さようなら。 電話がかかったので、暗号の開式がわかったとはどういうわけだろうか？それは私にも謎の言葉でした。私がそれを尋ねようとすると、としおくんは書棚へ駆けつけて、しきりに書物を繰り広げて見ていましたが。しばらくして。困ったなあ。あれの書いてある？本がなくちゃ。とさも落胆したように申しました。 僕が買ってこようか。いや青木でいいこう言って机の上のベルのボタンを押すとしばらくして本宅の書生の青木が入ってきました敏夫君は紙切れに何か書いて青木に渡しながら「この本を角の丸山書店で大急ぎ買ってきてくれ」と申しました兄さん今日は本当に苦しいんだよ。 と君は机の前に腰掛けてニコニコしながら申しました何しろこれは日本の暗号だから外国の書物を見たとてわかるはずはなしそれかといって日本には暗号のことを書いた本はなし全く僕一人の力で解かねばならぬからねまず僕はこの「を言って」「での写真」「ちがっていまま」 というのが一つ一つのがつつ文字すなわち「あ」とか「い」とかを表しているに違いないと思ったんだところでこの12組のうちどれを見ても5字より多いのはないから何か5つに縁のあるものはないかとしきりに考えてみたんだはじめは点字を暗号に直したのではないかと思ってみたが点字は6つからできているのでその考えは捨てたんだ ちょうど兄さんが帰ってきた時に「かな」は「かな」としてある記号を代表し「漢字」は「漢字」としてある記号を代表するに違いないというところまでこぎつけたんだするとおじさんから電話がかかってきただろう僕ははっと思ったよ分かったかい兄さんどうもわからぬねだって電話といやすぐ思い出すだろえ 何だいそれは私はますますわからなくなりました困るなあ電信符号だよこう言われて私は初めてなるほどと思いました「とん」は電信符号の単点「つ」は頂点で しかも文字は「トンつ」ツーの5つ以下からなっていることを私は思い出しましたこの時書生の青木が小さい書物を持って入ってきました見るとその表紙に「電信符号と記されてありました兄さん「かな」を「トンにし「漢字」を「ーにして早くこの12組の文字を書き直してどういう金文字に相当するか調べてください。 私はやっとかかって。左の通り調べあげました。せっかく調べてみても。かの盛るかは二九押しと。では何のことかわかりませんでしたが。ふと顔を上げると。敏夫君は苦虫をつぶしたような顔をしていました。どうしたの。と私は尋ねました。 君は机をたたいて「バカにしやがる!」と怒鳴りましたえと私はびっくりしました逆さまに読んでごらん君にわかか。るものかまたしても犯人のいたずら せっかく苦心した挙句がこれでは敏夫君の怒ったのも無理はないのです意外な犯人。私は敏夫君をどうして慰めてよいか迷いましたその時私はふと今日理化学研究所を訪ねたことを思い出しました今まで暗号の方に気を取られて 私は肝心の用事を話すことを忘れ敏夫君もそれを気づかずにいるらしいのでした敏夫君すっかり忘れていたが実はこの切り抜きの記事のついている新聞を買って持ってきたんだ敏夫君はあまりうれしくもない顔をして私の差し出した新聞を受け取ったがやがてその新聞を開いたかと思うと急にうれしそうな顔になって兄さんありがとう こう叫んだかと思うとさっき暗号の解式を発見した時のように小躍りしながら私の頭につかまって足をバタバタさせましたどうしたんだ私はあっけにとられて尋ねました犯人が分かったよ。え私は敏夫君の言葉を疑わずにはいられませんでしたああうれしい こう言って年尾君はまたもや部屋の中を走り回りました。私は読み売り新聞を開いたばかりでどうして犯人がわかったかさっぱり検討がつきませんでした。犯人は誰だい？それは今言えない。今日はもうこれ以上聞いてはいやだよ。年尾君は夕べおじさん型に書いたという手紙を投函してくると言って出かけたまま。 昼頃ままでで帰ってきませんでした敏夫君は出かけに「兄さんについてきてもらっては困ると言ったので私は家にとどまりましたがなんだか心配になるのでその辺を探しに出かけようかと思うと敏夫君はニコニコして帰ってきましたそして私がどこへ行ったか尋ねぬ先に敏夫君は私に向かって今晩7時に紅色ダイヤを盗んだ犯人がここへ尋ねてくるから」 兄さんはいいいっぱい働いて捕らえてとえくれと申しましまんにんをとらえに行くのならともかくはんにんがこちらへたずねてくるとはおかしいと思ってそのわけをたずねると「来なければならぬからさ」ととしおくんはすましたものですなぜとしおくんはだまってポケットからむらさきいろのサックをとりだしていいました。 兄さんそら中をごらんよそしてサックの蓋を開けたかと思うとパッと閉めましたが中には紅色の宝石がまがいもなくキラキラと輝いておりました盗まれたダイヤかと私は驚いて尋ねましたそうよどうして君の手に入った 犯人が隠しておいたところから取ってきたんだだから今晩犯人がこれを取り返しに来るんだ一体どうして探偵したんだい今晩犯人を捕まえてからお話しするよちょっとそのダイヤを見せてくれないかいけないいけないこう言って敏夫君はいじわるそうな笑い方をしてポケットの中へサックを入れてしまいました 私はおく君がどうして犯人を突き止めその犯人の手から紅色ダイヤを奪ったか考えていましたがさっぱりわかりませんでした暗号の文句はあのとおり敏夫君をからかったものにすぎないし昨日の読売新聞も私の見た範囲では犯人の手がかりになるようなこともなかったのでいくら考えても解釈はつきませんでしたけれど私は敏夫君の性質をよく知っていますから 強いて聞くのは悪いと思って敏夫君の命ずるがままにしようと決心しました5時半に夕食を済ましやがて6時になりました郊外はもう真っ暗で人通りも少なくなりました7時に犯人が訪ねてきたら敏夫君がドアを開け私が飛びかかっていって手錠をはめるという手順でしたかねて柔道で鍛えた腕ですから どんんな人間にぶつかっても何でもでありませんが犯人がどんなふうな人間だろうかと思うと私の心は踊りましたとうとう7時が打ちましたすると果たして実験室の外側に足音が聞こえ次いで扉をコツコツたたく音がしました敏夫君は私に目くばせして立ち上がりながら扉を開けに行きました と一言私は入ってきた男をめがけて飛びかかりました「何をするんだ俺だよ!」という先方の声はどこかに聞き覚えたところがありましたが色眼鏡をかけて顔いっぱいにひげを生やしていましたからこいつうさんなやつだと思ってねじ伏せにかかりますと先方もさるもの猛然と私を突き抜けようとしましたので。 次の瞬間ドタンバタンという格闘が始まりました敏夫君もこの時犯人の方へ駆け寄って何事かしていたようですがやっと私の力が勝って犯人に手錠をはめようとすると敏夫君は「兄さんそうしなくてもよい」「おじさん色眼鏡と付けひげをおとりなさい」と叫びました私は と思って手をししましたどうしよう一体このいたずらは何のことだと言って立ち上がって色眼鏡とつけひげを外した男の顔は間違いなく赤坂のおじさんでしたおじさんすみませんけれど紅色ダイヤの犯人を捕まえる約束だったでしょそそれはそうさと おじさんはほこりをはらいながら苦い顔をして申しましたおじさんがそのはんにんですからつかまえようとしただけですそのかわりべにいろダイヤはお返ししますこういってとしおくんはポケットからサックを取り出しふたを開けておじさんの前にさし出しましたさんぜんたる光を放つダイヤモンドを見たおじさんは顔色をかえて驚きました これは本当の紅色ダイヤだこう言っておじさんは上着の内側のポケットから同じようなサックを取り出して震える手で開けてみましたいや偽物だいつの間にすり替えられたんだろうとおじさんは不思議そうに敏夫君の顔を見つめました私は何が何だかわからぬので しばらく呆然としてそこに立っていましたおじさんまあおかけなさい兄さんもそちらへおかけなさいこう言ってとしおくんは得意げに今までの探偵の筋道を語り始めましたおじさんおじさんはこのダイヤを僕にくれてやろうと思って僕の力を試したのでしょうはじめあの匿名の手紙を見た時見覚えのある一席だと思いました それから手紙の上の指紋を取りましたら、それはおじさんの指紋でした。いつか僕が父さんや母さんやおじさんの指紋を集めたことがあったでしょう。僕はそれと比べてみたのです。それから金庫の上にあった指紋もおじさんのでした。ですからおじさんが犯人かとも思ったんですけれど、おじさんの紙を誰かが盗んで使ったのかもしれず、 金庫の上におじさんの指紋のあるのは当たり前であるしそれにあの暗号が気になったのですからおじさんを犯人と断定するのはまだ早いと思いましたところが暗号を解いてみると僕をあざけった文句が出ましたそこへ暗号を切り取った新聞が昨日の読売新聞だったので僕は犯人がおじさんだという確かな証拠を得たのです 窃盗は前夜行われたのですから外から入った犯人なら昨日の朝の新聞を切り抜いて入れるわけがないまたたとえ犯人がおじさんのうちのものであってもおじさんが真っ先に読む新聞を切り抜くはずはないそれにおじさんは元低信省にいて電信不合のことをよく知っているからいよいよ犯人はおじさんだと推定したのです犯人がおじさんだとすると おじさんは僕の力を試すためにやったことだと思ったから犯人が分かったと告げてこちらへ来てもらえばおじさんはダイヤを持ってきてくれるに違いないと考えたのですそこで僕はゆうべおじさんに手紙を書き今朝投函しに出たついでに銀座へ行って偽のダイヤとサックを買い兄さんをだましておじさんと格闘してもらいどさくさに紛れておじさんのポケットを探り 本物と偽物とすり替えてしまったんですおじさんのさっきの怒り顔はいつの間にかニコニコ顔に変わっていましたいやまったく感心したベニーのダイヤはお前にやるとおじさんは申しました昨日の朝の新聞を切り抜いたのは俺の手ぬかりだったよ 四五日前から気をつけて何か科学に関した記事はないかと探していたがちょうどあの記事が目についたので暗号を作ったのさ暗号に身が入ってうっかりそのことに気がつかず早速電話をかけてお前を呼び寄せたのさそれにしても小野君ずいぶんひどい目に遭わせたね私は穴があれば入りたいような気になりましたどうも失礼しました 年君もひどいいたずらをさせたものですだけどおじさんをひどい目に遭わせることはあの手紙に書いておいたよえとおじさんはびっくりして言いました手紙を持ってきたでしょおじさんはチョッキのポケットからおく君がけさ出した手紙を取り出しました針で穴の開けてある字を読んでごらんなさい おじさんは手紙を開いてしばらく伝統の光に透かして読んでいましたそうか変装の方へ気を取られてこれには気がつかなかったこう言っておじさんは私に手紙を渡しました私は左にその文句を写し取り針で穴の開けてある字だけを例のごとく点を打ちます「おじさん」 とうとう犯人がわかりました。僕は首尾よくダイヤを取り返しました。今晩。7時に変装してきてください。兄さん。を驚かしてやりたいですから。ついでにダイヤのサックとこの手紙を持ってきてください。あの暗号にはずいぶん苦しい思いをさせられ。 ました。異彩はお目にかかってお話ししますよ乱筆お許しください年を寄りおじ上様針で穴を開けた字を一緒に合わせるとおじさん今晩兄さんに。 苦しい思いをさせられますよ。お許しください。となります。年寄にはかなわん。とうとうおじさんも年寄君の知恵に交錯してしまいました。かくてベニーロダイヤはめでたく年寄君のものとなりました。